ビムドイセンベルクは、オランダ出身の銀行家、政治家。欧州中央銀行の初代総裁として2002年、ヨーロッパ共通通貨ユーロの現金流通実現に貢献し、ミスターユーロと呼ばれた。1982年から、オランダ銀行総裁、同国財務大臣も務めた。欧州中央銀行の前身である、欧州通貨機構総裁を経て、 1998年6月、欧州中央銀行の初代総裁に就任。欧州連合の経済通貨統合を推進し、1999年1月ユーロを導入した。その後、ユーロ現金の流通、物価安定による市場からの信頼性の維持に努力した。欧州中央銀行総裁の任期は1期8年で、あったが、任期半ばの2003年10月末。 総裁就任時の約束に従い、フランス中央銀行総裁のジャンクロードトリシに総裁職を譲った。2005年7月31日、フランスアビニョン近郊の保管の別荘で死去した。検死の結果、死因は別荘内のプールで心臓発作を起こしたための歴史とされた。70歳没。ありがとうございます。